はい、こんばんは。今日は空気スクイーズの中にキネティックサウンドを入れてほしいというリクエストが以前来ていたので、今回ね作っていきたいと思います。もうねメモ帳をなくしてね、何をリクエストされたか全然覚えていなくて、はい、その中でもねキネティックサウンドだいぶ昔にリクエストされていたようなので、作っていきたいと思います。これは家にあったキネティックサウンド風のやつ、多分、うん、そうキネティックサウンドのはずのやつが2つあったのと、あとは100均でね砂粘土っていうキネティックサウンド風の粘土を買ってきました。はい、ではねよいしょ、こちらを使っていきたいと思います。よし、これをね置いといて、ではこれをほぐしながら入れていきたいと思います。はい、これはこう丸い縁に対してこう縦にねちょこっとだけ穴を切れ目を入れて、はい、中の光る玉を取り出しておいたものです。では入れていきたいと思います。まだかちょっと崩しながら入れていきたいと思います。はい、結構簡単に入ってきますね。で、これもこれで足りるかな。よいしょ、あ、足りそうかな。よし、する分でいいかも。はい、OK でね。お、あ、良さそう。なのでちょっとこんな風にね切れ目を入れました。そうすると穴が広がりづらくて良いということにねちょっと前に気づいて、はい、そしてボンドジークリア塗っていきます。でね、ボンドのね塗り方結構聞かれるんですけど、適当まずはこの中ですね、この縁の中のとこにもボンドをたっぷりめに塗って、あとは上にもねこう余分かなと思われるほどに結構多めに塗ります。はい、そしたら最後このままだとめくれて切ってしまうので、ここでこうトン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 ってこうなじませていきます。で最後周りはちょっと薄めというか、こんな感じでこんぐらいの薄さにこうトントンってなじませていく感じです。上は分厚めで、こういう縁というか枠具のところを薄めにいつも塗っています。はい、これね作り替えするようになってね、これが一番取れにくいなと思ったのでそうしております。はい、こんな感じで塗って、あとは乾くのを待ちたいと思います。でもまあね、ボンドなのでねどうしても剥げかける部分はあるかと思うんですけど、まあできるだけねこう剥げるのを抑えたいなっていう人はそういう風にしたらいいと思います。はい、では乾くのを待ちたいと思います。はい、ボンドが乾いたので触っていきたいと思います。わ、砂がちょっと固まっていましたね。ほぐしていくと、うん、サラサラな砂になる感じの。わ、
風景も多少入っているので、うん、硬いんですけど空気によっても潰されるみたいな空気によって混ざるというか、うん、不思議な感触ですね。こうしてほぐれて、さらにまたその後固まってほぐれてみたいな感じでね、このキネティックサンドというか砂の粘土ならではの感触になっているんじゃないかなと思います。はい、でね、形もねそのままギュッと押すとそのまんまの形というか、空気が入ってる分ちょっとだけ元に戻るんですけど、中身的にはねこの本当押したままみたいな感じで、うん、面白いですね。はい、というわけでキネティックサンドを中に入れてほしいというリクエストにお答えしてみた動画でした。色が混ざって綺麗はい、よし、顔の形は整えて、そうするとねもうまた固まってる不思議ですね。おしまい。